もうすでに説明不要というような、ところになってきましたゴールドアリュールでございます。昨年も、ダートランキング、リーディングサイヤーとなっております。すで、に成績は説明不要かと思いますが、まとめますとクリストライトが韓国で G1 を勝ちまして、初めて優勝制覇達成しております。またエピカリスがですね中央で2連勝後北海道2歳優勝を勝ちまして今年はアメリカへの競馬との参戦を表明しております。かなり見たことのないレベルでのエピカリスの能力でございますからおそらくどれか重賞タイトルアメリカで獲得してくるのではないかと期待がかかっております。また牝馬の活躍が最近では特に目立っておりまして直近ではワンミリオンスが地方の重賞を制しております。もうすでに年齢がですね99年生まれですから18歳となりましたのでフリーリターン特約を外しましてまあ、再来年に何か子供が生まれないとかそういったことがあったときにすぐにお金を全額返金するというような制度を取っておりますので例年よりも非常につけやすい設定となっております。金付け料は変わらず300万円でございますがぜひですね今年も信頼していただいて安定の信頼の安定と信頼のゴールドアリュールということで評価していただければと思います。ぜひ今年もたくさんお待ちしております。ありがとうございました。Thank you.